カルタをする女性たちお化けカルタ、絵の熊の首カルタとは、カードを使った、主に正月に遊ぶ、室内遊具である。もともとは、トランプなどのカード一般を指した。現代日本では、花札か、口述する読み札に合わせた絵札を取ってその枚数を競う競技を意味するようになった。また、小倉百人一種の場合は読み札には短歌が書かれ、取り札には下の句が書かれている。 文字札、絵札もに、愛上、を46枚ずつの札がある。一音につき一セットの読み札、取り札が用意されている。二人以上で行う。取り札を平面に広げ、取る人に見やすくする。読み人が読み札を読む。できるだけ早く、読み札にあった取り札を叩く。先に叩いた方がその札を手に入れる。すべての読み札、取り札がなくなるまで繰り返す。 より多くの取り札を取った方の勝ち。子供が文字を覚えるための遊びでもある。ポルトガル語のカルタが語源で、ノーボディースヤナーディーエリンガーポートゲザによると、トランプやタロットの一枚一枚を意味しており、英語のカードと同じ語源である。語源はポルトガル語だが、同様の遊戯は日本とポルトガルとの接触前からあったものと考えられている。 もともとは平安時代の二枚貝の貝殻を合わせる遊び、貝多いである。これとヨーロッパ由来のカードゲームが融合し、元禄時代頃に今日の遊び方となった。日本のカルタは16世紀末頃、筑後国民家で作り始められたと言われており、大牟田市には民家カルタ、歴史資料館がある。色は47文字に対応した、色派カルタが最も古典的で有名である。 なお、歴史的仮名遣いや、自音仮名遣いに必ずしも準拠しているものではない。ことわざを使っているが、内容は、江戸、京都、大阪など、上方、尾張などでおのの異なっており、地方の特色が現れて、郷土カルタも各地に存在する。犬も歩けば、棒に当たるで始まるものは、江戸カルタである。一家に示すものは、伝統的な札の一例である。 2012年現在市販されているものには一部の札が差し替えられているものも多い。江戸色博多の場合では表現が難解あるいは仕事となっている下品な表現が含まれる差別的ニュアンスがあるなどが差し替えの理由として挙げられる。両薬は口肉詞はもともとは汎用金遣いの両薬での札だったが現代金遣いの両薬理の札に配置変更され、 元の、理の札、ツ、リチ者の小田区さんが不採用となったこともある。こういった時代に合わせた変化については、賛否両論となっている。日本各地に、その地方の伝統や、名物などを読み込んだカルタがある。代表的なものに、群馬県全域で親しまれている上毛カルタがある。それ以外にも、北海道弁カルタ、八丸弁カルタなど、各地方で、CD 付きの方言カルタも発売されている。 こうした、郷土カルタは千数百種類に達すると見られる。キャンペーンとして、カルタが作られることもある。例えば1938年、内務省社会局保健部が標語を募って、健康イロハガルタが作られた。その他、テレビアニメ、特撮番組のキャラクター等を用いたカルタも多く、市販されている。ババリョジ、ポルトガル語からの外来語、熊本県立大学。 2020年12月29日、閲覧。ミーケカルタ、歴史資料館を同じ地域でも内容にはバリエーションがある。巻村潮編、大阪言葉辞典付録の色は例えには、色はカルタの成立過程についての考察に加え、アンケート及び実例に基づく明治期の大阪を中心とした色はカルタのバリエーションが再録されている。江戸色はカルタ、 毒抜きにウェイバックマシン読売新聞2003年1月25日山口幸夫京都カルタ地域愛育組む群馬の高下カルタきっかけ30年にわたり調査日本経済新聞長官2018年4月16日資料帝王お辞償し1938年ありがとうございます